夏休みの目標発表会場へようこそ。どうもハイチです。今回はすごくシンプルで、皆さん夏休み目標を決める方が多いと思います。それをぜひですねコメント欄に書いていってください。今から私の夏休みの目標はみんなの前で発表しますので、私にとってもそうですし、みんなにとっても一つの、腹をくくるじゃないですけど、決意表明をする場にしてほしいなと。で、なんでコメント欄に書いてほしいかっていうと、これ後でそのプレゼント企画にちょっと関わることでもありますし、皆さん他の方がどんな目標を立ててるのか気になりません？で、これは書ける方だけでいいんですが、例えば学年とかも書いていただけると、あ、この同じね学年の人はこういうことを頑張ろうとしてるんだ、この量やろうとしてるんだみたいな刺激ももらえるかと思いますので、そういった決意を表明するっていうところと刺激をもらうっていうのをなんかミックスにしたね動画にしたかったんで、ぜひ皆さんと、この動画はねみんなと一緒に作るものですので、ぜひご協力お願いします。で、今年はですね動画投稿の方に目標を立てます。で、曜日ごとに投稿するものを決めて、それを約6週間やり続けると。で、どう投稿するかっていうと、まず月曜日で、月曜日は今見ていただいているような毎週ね顔出しで、例えばみんなの相談に答えたりとか勉強法について話したりとかで、夏休みは多分悩み相談が毎年多くなる時期なので、悩み相談もしくは叱咤激励ですねの動画が増えるかと思うんですが、そういう動画を月曜日毎週投稿していきます。火水木、ここが授業の授業の動画です。で、まず火水が受験対策動画、中学校3年生向けの受験対策動画がスタートします。今年もね、今までのストックもあるので今までのも見てほしいんですが、それが火水で毎週投稿していきます。科目に関しては結構ミックスになります。で、木曜日は今小学校3年生の算数を取り直しをしているんですけど、今科目で投稿してるんですね。ただ学校のね授業止まるので、夏休み中だけは木曜だけ小学校3年生の動画をまた投稿し続けます。で、金曜はちょっとお休みの日に、お休みというか他のねコンテンツ投稿する時が使うと思うので、その金曜は他のものを投稿するかお休みになるかと思うんですが、土日に関しては今もやっているショートの漢字とか国語に関する動画を毎週投稿していく。で、日曜はダラダラジオと、これを6週間やり続けます。で、正直ですね相当きついと思ってます。一応これでも11年目なので、このね頻度でやろうと思った時にどういう風になるかっていうのは分かってますし、あと夏休みですね、うちのチャンネルって数字が落ちます。これはもう10年間ずっとそうなので、間違いなく今年も落ちます。で、これで、ね、みんなの受験勉強にすごく似てると思ってるんですけど、みんな勉強しててさ、やってもやっても伸びてる気しない時ありません？俺めちゃめちゃあったんですけど、受験生の時に毎年動画こんな感じですよ。夏休みは多分自習室もやりますよ、生放送もやるんですが、ちょっとね夏休み結構スケジュールが入ってたりとか、今から入りそうなものが結構あるので、ちょっと回数は決めらんないんですけどやります。で、これはまた告知しますね、ちゃんとやるときにね。で、するんですけど、自習室やったりとか動画投稿するじゃないですか。で、自分の中ではすげえ頑張ってんですよ夏休み。みんなも頑張ってから俺も頑張ろうみたいな感じでやるんですけど、頑張ってもやっぱ数字に反映されないんですよ。いつもより落ちるからさ。だから努力してるんだけど、自分なりに頑張ってんだけど、成果が出てる気がしない、みんなの役に立ててる気がしないんですよ夏休み。で、これは絶対今年も思う。で、言葉がちょっとあれだけど、病むんですよ、気が病む。自分が頑張ったって意味がないんじゃないかなって。すごくないですか？10年やっててもこれ思うからね、多分今年も思う。だけどそれでも足は止めないし、動画投稿は続けるし、生放送もやっていくから、いい？みんなも同じだと思ってる。みんなも勉強しててなかなか伸びないってね、やってても意味がねえんじゃねえかなって、私バカだしって、俺バカだからさって思ってる方もいるかもしんない。でもね、違うんだよ。成果が伸びるまでやり続ければいい。俺も同じで、夏休み努力するとね、9月10月って数字が伸びるんよ。チャンネル登録にしても再生数にしてもね、みんなも同じだから、夏にね伸びる子もいっぱいいるからね、夏にも伸びるかもしんないけど、夏休みにもうねちゃんと目標を決めて必死に頑張った人っていうのは、その後に絶対伸びるから。伸びるタイミングは人によって違うよ、違うけど伸びるから。だからお互い頑張ろう、グッて踏ん張って、間違ってるかなって、ダメかもしんねえなって気持ちを抱えながら一緒に頑張ろうぜ、その夏にしたいと思ってこの動画を撮らせてもらいました。
なのでぜひコメント欄の方にみんなの目標ね書いてみてください。でここからはですねちょっと久々に、ま、あの大したものではないんですけどちょっとプレゼント企画を考えてきたのでそれを発表します。興味ない方はここでね動画止めてしまってください。で何かっていうと、ま、皆さん目標を掲げた時にその目標ってどうします？いつも私ちゃんと紙に起こしてみんなの勉強机とかの前に貼れよって、目標は絶対目視ができる自分の目で確認できるところに置いとかないと忘れるから、すぐ忘れるから人っていうのは。俺もそうだけど、だからそれやってねって言うんですよ。やってます？やろうとしてますか？やろうとしてるよね。ありがとうございます。でそれをねみんな書くじゃん、きっと紙とかに。それ俺書いたらいいんじゃないかなと思って、だから今回ここのコメント欄に書いてくださった方はそこのスクショを撮ってもらって、で概要欄に Google フォームの作りました。でフォームに住所とか、まあ、個人情報なんでね、もちろんこれ以外には使うことはないので、ここでね書いてもらって全部当選した方に送ったらそのフォームを消しますんで、そこに、必要事項とその書いてくれたスクショです。できれば箇条書きにしてほしいんですが、もうみんなが立てた目標に関して私が手書きで送ります。送る。ちょっとなんかプラスでなんかつけて送っちゃうかもしれないけど、でも紙に書いて送るだけだからね、それだけなんだけど。なんでこれを一応、10名の方に書かせてもらおうと思いますので、もしねご興味ある方はハイチに目標を書いてもらえるのウキウキって思った方はぜひGoogle フォームの方から応募してもらえたらと思います。で締め切りとか詳細に関しては概要欄かフォームの方に書いておきますので、そこを確認してみてください。はい、すいません、私Nintendo Switch プレゼントとかできないのでこんなものなんですが、気持ちを込めて手書きでね書かせてもらいますので、興味ある方はぜひ応募の方よろしくお願いします。ではまあね、応募の方はねもうおまけなのでいいんですが、ぜひねこのコメント欄に本気の目標いいですか、見てごめんなさいみんながやるんだって心の底からこれをやってやるぜって思う目標をぜひ書いてください。いいですか、夏を終えた時、8月の下旬だね、まあ、9月になった時とかにやりきったなって。でもね目標って達成できないことが多いんだよ、多い、それでもいい、でもやりきったなって、頑張ったなって、7月のこのね頭の時に決めた、もうこの時の不安だった気持ちよりは絶対成長できるから、俺もそう。なので9月に、まあ、みんなの顔をねなかなか見ることはできないんだけど、お互いにさいい顔でまた動画で再会できるのを楽しみにしてますんで、ぜひねコメント欄の方もよろしくお願いします。それでは今週もね暑くなりそうなんで、体調気をつけながら1週間ね頑張っていきましょう。それじゃあまた来週の動画でお会いできたらと思います。それじゃあまたね。